はい、こんにちは、おはようございます、こんばんは、タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、足立区のですね、扇3丁目というところに来ておりまして、本日はですね、扇3丁目をグリルと一周をしたいと思います。マニアック動画になりますので、よろしくお願いします。この前のですね、動画よりもですね、かなり長い道のりになると思いますけども、どうかですね、お付き合いいただきたいと思います。すみません、この左側がですね、江北になりまして、こっちの右側が扇3丁目でございます。今日はですね、扇3丁目っていうのは結構ですね、距離あるんですよ。なのでですね、ぜひですね、お付き合いいただきたいなっていただけたら幸いかなと思います。扇3丁目をぐるりとですね、回ります。長旅になると思います。さっきこの前のですね、江北、元木ですね、南町、元木北町、元木西町、元木、全部ですね、ところに関してはだいたい20、時間的にはですね20分弱で行けたんですけど、おそらく多分扇3丁目に関してはもっとかかるかなと思われます。一応ですね、距離的にですね、時間的にですねでございます。まあ、ちょっとぐるっと行きたいと思いますけども、なかなかですね、本日はですね、5月の今日何日だ19日ですかねでございまして、一応ですね、時間は10時回ってるとこですね。扇3丁目はですね、結構広いですね。元木北南西東よりも多分時間かかると思います。どのぐらいかかるかちょっとですね、皆さん参考にしていただけたらと思います。これ出てますね、扇3丁目って書いてありますね。扇3丁目の26って書いてあります。少しすると右曲がるとこありますので、ほんとこう危ない通りなんですよね、江北バス通りってところ。まあ、ちょっとですね、まっすぐ行きたいと思います。はい、ではここをですね右曲がります。ここ右曲がります。これがですね、名もなき道なんですよね。名もなき道、ミッシルを歌いたくなるようなですね、道になるんですけども、これはずっと、土手まで続いてる道なんですよね、これはですね。それなんですけど、道路の名称がないんですよ。この前ですね、動画上げたんですよ。足立区長宛てにですね。足立区長宛てに上げたわけじゃないんですけども、動画をアップさせたんですけど、反応ゼロですね。タイヤバームクーヘンの視聴者、視聴者が全然いないので、まあ、誰も見てくれてないってことですね。まあ、残念ですけど。でもこんなですね、足立区で結構有名って言ったら語弊ありますけど、有名な通りなのに、普通、欅通りだったりとか、なんか、元木新道はまあでかいですけど、なんか、七曲がりとかですね、まあ、道の名前がいろいろついてるんですけども、この道だけ何にも道の名前がないっていう、名もなき道ですね。ミスターチルドレンの。あれが名もなき歌か。っていうのはですね、冗談でして。扇3丁目第2アパートって書いてあります。まあ今日はですね、雨降るんで、予報ではですね。なのでちょっと、今日はですね、扇3丁目だけにしておきまして、扇1丁目と扇2丁目はまた、改めてですね、時間を見つけてですね、周りに行きたいと思います。
台湾クイーンはちょっとですね、自分のあれで申し訳ないんですけども、暑いのが苦手でしてですね、夏だとですね、こういう多分ロケというかですね、散策というのがなかなかちょっと多分できないと思うんですよね。なのでまあちょっと涼しい時にですね、歩いていければ嬉しいなって感じですよね。これ右側が扇三丁目ですね。沖本小学校東門前って書いてありますね。ちょっと小さくて見えないかもしれないですけども、沖本小学校があります、向こう側西新井境町って書いてありますね。左側ですね。右側が扇三丁目ですね。扇三丁目どんだけ広いんだよって感じですよね。西新井本町が右左側、右が扇三丁目です。結構な距離を歩くことはもう覚悟の上なんで、トンキタですね。ビルが変わってますね。新しいトンキタの建物になってます。これうまいんだよな、トンカツが。すんごい熱々で結構来ましたわ、知り合いと。結構どころじゃなくて美味しいんですよね。よいしょと、いい感じで進んできました。どこら辺まで来たんだろう。はい、まだ先なんでちょっとこのまま進みましょう。ここの目の前に見えてるなんか、学校のやつ書いてあるじゃないですか。これもともとはですね、花屋さんだったんですよね。今はもう花屋さんかもわかんないですけど、これ花屋さんないな。これ変わったのかな、ちょっとわかんないですけど。あ、花屋さんだな。今も花屋さんです。失礼しました。右側が扇三丁目でございます。これ名もなき道をですね、タイヤバームクーヘンの名付けた名前のところ進んでおります。で、左がですね、沖のですね、沖の2丁目になっております。沖の2丁目、右側が扇三丁目でございます。このまま行けますよ。扇三丁目をぐるりと回る旅という形ですね。
なかなか時間がですね、1時間かかんのかな、形的に可能性ありますね。沖の2丁目と扇3丁目が並んでますね。右側が扇3丁目、左側が沖の2丁目でございます。道を挟んでですね、本当この道に、道の名前つけてほしいですよね。冗談抜きで。名前を本当、つけていただきたいです。これ、くねくねした道をですね。やっぱ寒いというか、今日はその最高気温が19度って言ってましたけど、結構歩くとやっぱり暑くなってきますね。長袖着てきましたけど、最高気温19度なんで、おそらく多分今19度ないと思うんですよ。それでも結構暑いですね。ちょっと揺れてすいませんね。郵便局を超えるのか。はい。沖の郵便局ですね。もうちょっとで。こっちの右側が扇三丁目です。右側が扇三丁目です。どんぐらいあれかな、消費するかな、カロリーが相当だよね多分。なかなかシビアな旅になりそうだなこれは。右側が扇三丁目。まだ曲がんないので、このまままっすぐ行きたいと思います。沖の2丁目が左。扇三丁目が右です。そこに、沖の郵便局が見えてきました。足立沖の郵便局。見えてきましたね。の郵便局を通過しました。でもうちょっとで揺れて申し訳ないですけども、そこを左ですね、あ右ですね、すいません、ここを右です。これもなんか店があった気がしたんだよな、この角に。今家になっちゃってますけどね、最近こういうとこ多いですよね。はい、でここがここを、あっちのもうちょっとまっすぐ行くと扇1丁目なんですけども、今回はこっちの右曲がりまして、扇3丁目、右側が扇3丁目ですね。で左側が、扇1丁目だと思いますけどね。扇三丁目の通りを歩くと、
しばらくまっすぐですね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。一回、状況確認します。もうちょいまっすぐですね。はい。もうちょいまっすぐ。もうちょいまっすぐですね。左側が扇一丁目で、右側が扇三丁目でございます。ゆうちゃん弁当があったとこだ、これ。ゆうちゃん弁当。重々亭。夏いな、ここ。重々弁当。重々亭あるじゃん。重々亭、緊急事態宣言のため、5月31日にお休みいたしますって書いてありますね。重々亭。よく知り合いと来たんだよな。で、そこを左曲がるみたいです。あ、左曲がるみたいですね。はい、いい感じです。もう疲れてきたな。時間がもう18分ぐらい出てますわ。やっぱ歩くだけでも疲れるね。町の国境っていうのは、国境っていうか、区分けっていうのが本当にぴったりなってないとこがいいよね。アメリカみたいに。アメリカなんか州がもうすごいもうぴったりになってますからね。はい、ここを、左です。扇三丁目こっちですけど、こっちですね。左です。雨が降る前に、なんとか終わらせたいですけど、もう終わらせたいというか、もう傘持ってきてないんで、もうこのまま続行するしかないんですけどね。ああ、これよく見えるとこだな。どうだっけな。あっつ。扇大橋病院の近くですね、ここは。扇大橋病院。ここを扇三丁目の2って書いてありますね。はい、次どっちだ。大橋病院ですね。こう昔金光病院って言われてましたね。
扇ヶ橋病院は扇一丁目で、こっちの右側が、扇三丁目でございます。右側が扇三丁目です。あ、この前飯食った、焼肉末広館ありますね。ちょっと揺れて恐縮なんですけども、ちょっと待ちくださいね。なんだ、画面が開かね、スマホがロックかかってしまって、もう一方の Wi-Fi のスマホが。これ左側が扇三丁目です。左側扇三丁目です。末広館とか扇一丁目ですね。こっちの右側が扇三丁目です。扇三丁目1の1、扇三丁目で、向こうがいつもよく散策している扇一丁目方面ですね。こちらですね。はい、じゃあこのまま扇三丁目をぶっ通します。行きましょう。あとはもうこれまっすぐ行って、またあのコークバス通りのところを右曲がったらもうゴールです。こっち右側がですね、扇三丁目で、左側が扇二丁目です。まあいろいろですね、紆余曲折ありましたけども、これ左側がですね、ちょうどタイミングよく通るんだよな、あの通行者が。まあしょうがないんだけどね、これはね。まああとは、これ11号線をまっすぐ行きましょう。扇三丁目どれぐらいで歩き切れるか。これ男性の通常のスピードで歩いてますんで、ちょっとグラグラして申し訳ないですけども、特に速く歩いたりとか遅く歩いたりしないので、これ標準の速度だと思います。長兵衛って、蕎麦屋ですね。この蕎麦屋で一回も食ったことないですね。こう結構老舗で食うと長いと思いますけどね、一回も食ったことないですよ。今度食べてみようと思いますよ。ちょっとこれ右側が扇三丁目でございますからね。私が、幼少の頃は、この通りのことの意味を、大橋を渡る際には、11号線って言ってたんですよ。放射11号線って言われてましたからね、そんな感じなんですけども、今はもう新しくなんか変わって、都道の、小久橋通りっていう名前になんか変わってますからね。でもなんか馴染みがあるのは11号線ですね。みんな多分40代ぐらいの人は多分11号線って言った方が馴染みがあると思いますよ、この通りは。
右側が扇三丁目で、左側が、江北、扇二丁目かな、おそらく。それか、江北かもしれない。ちょっと今、正確なことは言えないで申し訳ないですけども。左側が、あれですけど、今これは、リップトレインライナーの高野駅ですね。高野駅でございます。扇三丁目、広大な土地ですね、やっぱり扇は。広大な面積を誇ってますね。もともと倉橋ゴムっていうあった場所がですね、今、港南っていうのがですね、ホームセンターにできましたけども、もうちょっとでそこに来ます。もともと倉橋ゴムっていうのがあったんですよね、ここ。ほら、書いてありますね。扇三丁目、14。東京測量、促進。よかったなぁ。倉橋ゴムじゃん、ここ。倉橋ゴムって書いてありますね。倉橋ゴム。懐かしい倉橋ゴム工業株式会社江南、倉橋ゴムがあったところに江南が立っております。ちょっとこっちから行くか。よいしょと。こんなでけえのが立ってますね。これがなんか江南プロって書いてありますからね、プロの人が、買いに来るような、お店みたいです。ここはですね、私小学校の時代ですかね、建ったマンションだったんですけどね、すごいですね、大々的に宣伝しましたね。西新井大師スカイハイツって書いてありますね。ここはすごいですね。私が小学校の時にもうすごいチラシとか入ってきたんですよね。大きいスカイハイツ
今やもう40年は経過してるんでしょうかね。マンションが築何年でちょっと建て直さなきゃいけないのはちょっとわかんないですけどね。でこの建物もありましたね。ずーっとありますよ、この建物、白いこの建物ですね。マンションのところの目の前にずーっとありますよ。まあそれはいいとして、今前方に見えてるココスですね。昔はサンデーさんって言われてたんですよ。サンデーさん、サンデーさんですよ。こう昔よく行ったな、スカイラークとかですね、なんだっけ、スイヒルファイブとか、あの大木大橋の方にあって、ここはサンデーさん。結構家族でですね、たまの日曜日ですね、ちょっと外食でもするわって感じで、よくファミリーレストランに来ましたよ。ここは一応サンデーさんっていうですね名前だったんですけども、名前が今や、ココスっていうのに名前が変更しております。これですね、建物がもうその時からのずっと居抜きで使ってると思います、サンデーさんのですね。超古いですよ、ここはでございます。もう行きます、そのまま。あー、なかなかシビアだな。もう時間が32分歩いてます。なんていうの、おそらくですね、元木北町と元木南町とかは、18分で歩けたんで、今これ32分、おそらく36分があと4分ぐらいで着くかなと思うので、おそらく倍ですね、距離があるかなと思われます。なかなかちょっとですね、軽く考えてましたけども、かなりシビアな、今回のですね、ぐるり一周の旅でしたね。あとですね、扇一丁目と、あと扇二丁目が控えてますけども、これはまたいずれですね、皆様にですね、お目にかけたいと思いますので、待ってる方がほとんどいないと思いますけども、待ってる方は、しばらくお待ちいただきたいなと思います。はい。で、ここは江北駅になりました。江北四丁目、そっちで、こっち行くと、ゴール地点ですね、さっきの往復のところのゴール地点に着きます。はい、行きましょうね。はい、もうちょいですね。よいしょ、もうちょいですけども、この右側が扇三丁目でございます。右側が扇三丁目です。左が扇三丁目、あ、失礼しました、右が扇三丁目です。江北バス通り 3-18 でございます。もう少しでゴールですね。なかなかシビアな、なかなか結構シビアな旅でございました。こちらがいつもですね、歩き慣れてるバームクーヘンでもですね、結構ずっともうちょこちょこ歩くのはあるんですけど、山登ったりしても20分歩くじゃなくて、また上でちょっと普通に休めるじゃないですか。なかなか30分とかですね、ぶっ続けられるっていうのは結構疲れるんですよ。
どんな人でもですね。まあそんな感じです。でそこにですね、セームスってありますけども、スーパー中村屋っていうのがですあったんですよね、向こうに。それすごい売れてたんですよ。で地元の、まあ、の専門店とかもですね、押しつぶすぐらいのすごい地元のスーパーだったんですけども、やっぱりですね、勝てずに閉店になっちゃいましたね。ちょっとじゃあこれ渡りましょう。はい、では、ここでですね、一周してきました、この港南通りとかあるところですね。ここからずっとぐるっと遠く、扇3丁目ですね、歩いてきました。はい、ここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。